お待たせいたしました。ただいまより羽生結弦記者会見を始めさせていただきます。本日は急なお知らせにもかかわらずお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは羽生さん、ご登壇ください。それではおかけください。よろしくお願いします。それではまずはじめに羽生結弦より皆様へご挨拶と今後についての決意を述べさせていただきます。はい、こんにちは、羽生結弦です。この度はこのような場に、皆さん集まってくださって、そして、見てくださって本当にありがとうございます。最初に一つ、もう一つだけ感謝を述べさせていただきます。さっきの一部報道であった通り、いろんなことを言われてしまいましたが、その中でも自分のこと、そして、ここまで応援してくださっているファンの方々を含め、いろんなことを考えながらお気持ちを、大切にしていただきながら、自分が決意を表明することを常にメディアで発信してくださった方々に、深く深く御礼をさせてください。本当にありがとうございました。これまでたくさんの応援のおかげで僕はここまで来れました。ここまで頑張って来れました。そして、ここにいてくださっているメディアの方々、そしてカメラマンの方々も含めて本当にたくさん応援していただきました。そういった皆さんの応援の力の中で、羽生結弦としてフィギュアスケートを全うできるのが本当に幸せです。まだまだ未熟な自分ですけれども、プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしました。本当に、いや本当に緊張してます。こんなしがない自分なんで、言葉遣いが悪かったり噛んだりしても許してください。これからもプロのアスリートとして、競技者としての他のスケーターと比べ続けられることはなくなりました。ただこれからは自分のことを認めつつ、また、自分の弱さと、そして、自分の過去の自分とも戦い続けながら、これからも滑っていきたいと思っています。そして4回転半ジャンプにもより一層取り組んで、皆さんの前で成功させられることを強く、考えながらこれからも頑張っていきます。どうか、戦い続ける姿をこれからも応援していただけたら嬉しいです。そして、一人の人間として、自分の心を大切にしたり、守っていくっていう選択もしていきたいなというふうに思います。僕がこれまで努力してきたこととか、そういったことが応援してくださる方々に評価していただいたり、見てもらえたり、そこで何かを感じていただけたり、そんなことが僕は本当に幸せです。その幸せも大切にしていきたいなっていうふうに今思っています。いろんな選択をしていく中で、失望したなとか、もう見たくないなとか思われてしまうととても悲しいですけれども、それでも自分のスケートがやっぱり見たいなとか、見る価値があるなって思っていただけるように、これからももっともっと頑張っていきますので、どうか応援していただけたら嬉しいです。
そして、これまで応援してくださったたくさんの方々、今回もどんな決断でも、どんな時でも、今回のこんな、会見でも頑張れって、緊張するだろうけど応援してるよって応援してくださるコメントを寄せてくださってて、本当に僕はいつも救われています。本当にありがとうございました。最後になりますが、羽生結弦として、そして、一人間としてここまで育ててくださった幼稚園、小学校、中学校、高校、大学といろんな先生方、そしてフィギュアスケートを教えてくださった先生方、たくさんの先生方、本当にありがとうございました。また自分の心を、自分のことを大切にしてくれた人たち、本当に本当に本当にありがとうございました。僕は自分の口から決意を言いたいなって思っていたので、事前に大切な人たちに言うことはできなかったんですけれども、それでも何も言わずに自分のことを大切にしてくれて、なんか僕もそういう大切な方々が本当に大切だなって思ったし、またこれからも大切にしていきたいなって思いました。本当に僕なんかのことを大切にしてくださり、本当にありがとうございました。これからもより一層頑張っていきます。まだ今までスケートを生で見たことがない方も含めて、見てよかったなって、絶対見る価値があるなとか、そういうふうに思っていただけるようにこれからもさらに頑張っていきます。そして4回転半ジャンプも含めて挑戦を続けて、これからもさらに高いステージに行けるように頑張っていきます。これからはプロのアスリートとして、そしてスポーツであるフィギュアスケートを大切にしながら、加えて羽生結弦の理想を追い求めながら頑張っていきます。どうかこれからも戦い抜く姿を応援してください。今日は本当にありがとうございます。まだまだ、自分の口から自分で考えてきたことだけだと話せないことはいっぱいあるので、どうか質問いっぱいください。そしたら喋れると思うので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。それではここから質疑応答に入らせていただきます。ご質問の際には皆様のお席の左右にございますマイクに移動されてお話しいただければと思います。そして本日はなるべく多くの方からのご質問にお答えしたく、一社一問でお願いしたいと思います。またご質問の際には御社名とお名前も合わせてお願いいたします。それではまずはじめにテレビ局、ラジオ局の皆様、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。ではそちらの方。お疲れ様です。このような場をありがとうございます。テレビ朝日の安藤と申します。今回競技者として勝負の場から離れる決断に至ったのはなぜでしょうか。またその決断に対して寂しさはありますか。はい、ありがとうございます。寂しさは全然ないです。むしろ今回、最初にこの会見の、案内文を考えていたときに、今後の活動についてとか今後の活動に関してみたいなことを、書いていただいたんですけれども、自分の中でなんかそうじゃないなって思って、なんかもっと決意に満ち溢れたものですし、もっともっと希望に満ち溢れたものだなって自分の中では思っていたので、なんかむしろ今は自分としてはこれからも期待してやってくださいって胸張って言えるっていう気持ちでいます。なので
寂しさは特にないです。これからさらに頑張っていきたいなって思いますし、あともっともっとその試合っていう限られた場所だけじゃなくて、もっといろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会があるかなというふうに思ってますし、作っていきたいなって考えているので、ぜひ楽しみにしていただきたいななんて自分では思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。ではそちらの男性の方。NHK の田谷と申します。今日はありがとうございます。羽生選手、これまでの競技生活、まずはお疲れ様でした。羽生選手といえば、まずオリンピック、3回出場されて2つの金メダルを獲得されて、多くの国民にですね、夢や感動や希望を与えたと思います。でご自身が得たものも非常に多いのかなと思います。今改めてですね、オリンピックというものをご自身で振り返ったときに一言で言うとどういうものでしょうか。ありがとうございます。オリンピックはそうですね、もちろん自分にとっては2連覇できた、自分の今を、今の自分の、こういう立場だったりとか、こういう発言をさせていただく場所だったりとか、そういうものを作ってくれている大切なものたちだなというふうには思うんですけれども、それプラス、やっぱり北京オリンピックで、もちろん挑戦が成功したわけではないんですけれども、それでも自分が夢を追い続けたりとか、なんか頑張り続けた、なんかある意味それを証明できた場所でもあったと思うので、そういう中で皆さんがその姿を見てくださり、あ、かっこいいなとか、応援したくなるなとか、また自分自身が何か前に進もうって、ほんの一歩だけでも進もうって思っていただけるような機会になったことが何よりも嬉しいなって思ってます。なんかもちろん一つずつオリンピックに意味付けをしてしまうと、オリンピックっていうものに対してなんか全部意味付けしちゃうと本当に長くなっちゃうんですけれども、僕にとっては自分が生きているっていう証っていうか、そして皆さんと共に歩み続けた、頑張った証でもありますし、これから頑張っていくための土台でもあるかなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、後方女性の方、手を挙げていらっしゃる方、お願いいたします。すみません、日本テレビの海老沢です。よろしくお願いします。ちょっと確認をしたいんですけれども、もう競技会には出ないという決断っていうふうに捉えてよろしいでしょうか。でその決断に至った経緯、揺れ動いたりしたのかも含めて、聞かせてください。お願いします。はい、ありがとうございます。まず最初に、これから競技会っていうものに出るつもりはないです。僕がこれまでやってきた中で、もう競技会に対して結果っていうことに対して、取るべきものは取れたなっていうふうに思ってますし、そうですね、そこに対する評価をもう求めなくなってしまったのかなっていう気持ちもあります。それがここまで至った経緯です。そして、自分が揺れ動いたりとかっていうのはもちろんあったんですけど、そもそも平昌オリンピックの時点でもう引退しようと思っていて、引退っていう言葉があんまり好きじゃないんで使いたくないんですけど、なんか僕が、16歳だったり17歳ぐらいの時のインタビューで、2連覇したらどうするんですかって言われた時に、いや、そこからがスタートですって本当に自分の心の中から言える時期があって、今本当にそういう気持ちでいます。なんか自分の中では平昌オリンピックから、そこからプロのスケーターとして、プロのアスリートとしてスタートするんだっていうふうに思ってたんですけれども、4回転半だったりとか、また4大陸選手権も含めて金メダル取れてない試合が何個かあったので、それを取りたいって思って続けました。で結果として、4回転半にこだわり続けた結果、北京オリンピックっていうところまで続いたんですけれども、今の自分の考えとしては別に
競技会で降りなくてもいいじゃんって思ってしまっています。なんかこれからさらに自分が努力したい方向だったりとか、自分が理想としているフィギュアスケートっていう形だったりとか、そういったものを追い求めるのは競技会じゃなくてもできるなって、むしろ競技会じゃないところの方が皆さんに見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってこういう決断をしました。これからも4回転半含めてよりアスリートらしく頑張っていきたいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。それでは、今手が挙がっていらっしゃる方、はい、ちょっとお願いいたします。テレビ東京の続きです。この度はご決断誠におめでとうございます。一つお伺いしたいのが、これだけ実績も残されて、社会の中でもこう羽生選手の言動だったりとかっていうのがものすごくこう影響を与えて、いろんな人を喜ばせたりとかしていると思うんですけど、ここまでのアスリート界でここまでの存在になる方っていうのは本当に限られた方だと思うんですけど、改めてこうご自分の中で難しいと思うんですけど、そこまでになれた自分にしかなかった何か特徴だったりとか、なんか自分の中でこう持っているものってありますか？ありがとうございます。なんか自分でそういう実感があんまりないので分かんないんですけど、ただ今この場所にいる羽生結弦としては、なんか、客観視して本当にすごく遠くから、その例えばなんか今カメラさんがいる場所からとか自分の上からとか見たら、羽生結弦ってどういう存在かなって思うと、なんかたくさん応援していただけるからこそここにいるんだなっていうのは思うんですね。別に羽生結弦が何かを持ってるからとか、なんか僕自身が何かをしてきたからとか、そういうんじゃなくて、いろんな環境の変化があったりとか、いろんな、いろんなことで自分の演技を見ていただいたり、自分の発言をさせていただく場所があったり、聞いていただく場所があったりすることによって、僕は特別応援していただける本当に運のいい人間なんだなっていうふうには思っていて、それが僕自身も、もっともっと頑張っていかなきゃいけないとか、よりいろんなことを考えたりとか、どんな言葉がいいのだろうかとか、どんなことを考えていけばいいのだろうかとか、そういうことを考えさせてくださるきっかけになってたので、なんか別に作り上げてるわけではないんですけれども、でもそうやって皆さんに応援していただけるからこそ、たくさんの方々が応援していただけるからこそ、僕はここで発信できる、発言できるんだなっていうふうに強く思いますし、その上で僕自身もその期待に応えられるように、その期待をさらに超えていけるように頑張っていきたいなって思えたので、まあそんな感じでやってこれたのかなっては思います。ただやっぱり言ってくださった通りに、僕はアスリートでしかないと思っていて、でこれからいろんな演技をしていったりとか、スケートを続けていくにあたって、いろんな面が見えたりすると思うんですね。ただその中でもやっぱりなんか芸能人とか別にアイドルでも何でもないですし、なんかやっぱりアスリートとしてかっこいいなって、アスリートとしていろんな希望をとか夢とかを見せてもらえるなって思ってもらえるような存在として、これからも努力していきたいなって今思っています。ありがとうございます。それで他に、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？よろしいですか？それでは続きまして、記者クラブフィギュア文化会の方、三村さん、三村さん、もう一人、あ、もう一人いらっしゃいました。失礼いたしました。お願いいたします。すみません、ラジオ局文化放送の砂山と申します。お疲れ様です。ちょっと先ほどの決意表明と重複する部分もあるかと思うんですが、競技者として羽生さんがこれまで貫けたなと思うこと、そしてこれからも貫いていきたいなと思うことを改めて教えてください。ありがとうございます。
常に挑戦し続けることはこれからも続けていきたいなというふうに思います。なんか正直僕の中では線引きがとても難しいなって思ってしまっているんですけれども、その競技者としてのアスリートなのかプロとしてのアスリートなのかっていう点に関してはすごくなんか線引きが曖昧で、じゃあ僕がここでプロになりましたって言ったらプロなのかって言ったら、まあそういう世界なのでそうとしか言い切れないっていうところがあるんですけども、でも僕は気持ちとしてはそんなに大きく変わったつもりはないです。とにかくこれからも常に夢に向かって目標に向かって努力していきたいなって思いますし、あとはより責任を持って自分の発言に責任を持って自分の行動とかに責任を持ってアスリートとしてこれからも自分の活動を全うしていきたいなっていう気持ちでいます。もちろん4回転半ジャンプもやっぱり成功させて、それをなんか皆さんと共有できたり皆さんの前で成功させられたりしたらいいなっていうことを強く思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。他にテレビ局関係ラジオ局関係の方ご質問ある方いらっしゃいますか。それではよろしくお願いします。TBS テレビの藤野と申します。プロのアスリートとしてこの今後の活躍ということで新たなスタートを切られると思うんですけれども、具体的に賞ですとか新たなその活動今現時点で考えられていることありますでしょうか。はい、ありがとうございます。自分の中で考えていることだったりとか、ちょっと話し合いとかをしてちょっと話し合ったぐらいの段階でしかないんですけれども、具体的にいろいろ進めようとしていることはあります。それが何なのかって言ってしまうとちょっとまだまだ自分の頭の中の構成を伝えただけなので実際実現できるかどうかもわからないですし、ちょっと具体的にそれを言うのははばかれてしまうので申し訳ないんですけれども、ただこれから今まで例えば競技者としてやってきたときは試合の前だけの露出だったりとか試合で演技をしたりとか、そういったことに限られてきましたけれども、もっともっと今の時代に合ったスケートの見せ方であったりとか、ファンの方々であったり本当にスケートを見たことない方々も含めてこれだったら見たいかもなって思うようなショーであったり、なんか応援してくださる方々が納得できるような、場所だったり演技だったりそういったものを、続けていきたいなって、ざっくりとしか言えないんですけれども思っているので、ちょっと期間がいつになるとかっていうことを具体的に言うことはちょっと難しいんですけれども、ぜひ期待してほしいなって思っています。すいません、こんなコメントしかできなくて申し訳ないです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして記者クラブフィギュア文化会の方、ご質問のある方挙手をお願いいたします。では中央の、はい、共同通信の藤原と申します。競技生活お疲れ様でした。先ほどの質問とも少し被るかもしれないんですけども、決断に至った時期、この競技生活を離れようと思った時期があったら教えていただきたいのと、そこに至る、最大 の、 決め手になった部分がありましたら教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、競技者としてはここで終了というか、ここからプロになりたいなって思うことは多々ありました。いろんな場面でありました。もちろん先ほども言ったように平昌オリンピックが終わった段階でも思いましたし、
なんかやっぱり新たなスタートとして、なんだろう、次のステージに向かいたいっていう、そういうなんかネガティブに引退とか、なんか不思議ですよね、フィギュアスケートって。なんか現役がアマチュアしかないみたいな感じで、すごく不思議だなって僕は思ってるんですけど、実際甲子園の選手がなんか野球をそこまで頑張っていて甲子園優勝しました、プロになりました、それは引退なのかなって言われたら、そんなことないじゃないですか。僕はそれと同じだと思っていて、むしろここからがスタートで、これからどうやって自分が見せていくのかとか、どれだけ頑張っていけるかっていうところが大事だと思ってるので、そういう意味ではなんか新たなスタートを切ったなっていうふうに今思っています。で、もう先ほどの質問の、いつプロに転向しようかとか考えたかっていう話だと、毎試合毎試合思ってました。ピョンチャンオリンピックが終わって、試合が終わるごとにいろいろ考えて、本当にいろんなことを考えて、これ努力してる方向間違ってるのかなとか、本当に頑張れてないのかなとか、いろんなことを考えながら、競技をしてきました。結果として最終的な決断に至ったのは、まあ北京オリンピック終わってからです。北京オリンピック終わって帰ってきて、しばらくして、で自分の足首が、足首を治すための期間として、治すための期間というか、痛くて滑れなかったので、その期間の中でいろいろ考えたときに、もう別にここのステージにいつまでもいる必要はないかなっていうふうに思って、より上手くなりたいって、より強くなりたいって思って決断しました。実際に、まあ、最後に先日ファンタジーオンアイスというものがあったんですけれども、その時に滑らせていただいた時が、まあ、自分が、アマチュアスケーターとして滑らせていただくのは対外的に最後だったんですけれども、その時にもまた改めて、より高いステージに立ちたいなと、より一層努力したことがちゃんと皆さんに伝わるステージに引きたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。それで他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。では中央の、はい、そちらの男性の方。お疲れ様です。毎日新聞の倉沢です。今日はありがとうございます。羽生選手、まあ、オリンピックでもメダルを取られて、でさまざまな記録も打ち立てられて、どこかで満足するところあるのかなってずっと取材する側かと思ってたんですけど、常に先を見続けて、より強くより高くというようなイメージがすごい強いんですが、羽生選手の何がそこまでこうかき立てるものがあるんでしょうか。教えていただけますでしょうか。なんかそれはアスリートだからなのかなって強く思います。現状に満足したことは基本的にないですし、なんかとにかく上手くなりたいなって思ってました。それがなんていうんですかね、それが例えばジャンプであったとしても、それが例えばフィギュアスケートで求められているその音楽的な表現であったとしても、なんか常に上手くなることが、なんか楽しみというか、なんかそれがあったからずっと今スケートをやっていられるなって思ってます。なんか自分の中ではスケートイコール生きてるみたいなイメージがあって、生きる中ってどうしてもそのうまくいったりうまくいかなかったりって絶対あったり、そこに対して何か言われたりとか喜んでもらえたりとかいろいろあったりもしますし、逆になんかすごい停滞したりとかっていうこともいろいろあったり、なんかそういったものがすごくなんかスケートの中で感じられるなって思ってて、なんかそれこそがなんか自分にとってのフィギュアスケートなのかなって思ってるので、だからなんかそうですね、なんか記録を打ち立てたから
記録を取れたからとか、まあ何ですかね、最高得点出せたからとか、難しいジャンプ飛べたからとか、そういう意味じゃなくて、普通に生きてる中でもっと難しいことやりたいとか、単純にちっちゃい頃だったらもっと褒められたいとか、そういった気持ちだけで頑張ってこれた気はします。はい、ありがとうございます。次のステージも楽しみにしてます。お願いします。頑張ります。ありがとうございます。それでは、それではこちらの、女性の方、白と黒のブラウス着てらっしゃる方、お願いいたします。それと羽生さん、申し訳ないんですが、お答えになるとき正面を向いていただけると、カメラマンの方たちが皆さんいらっしゃいますので、すみません、お願いいたします。あ、こんにちは、報知新聞の高木です。本日ありがとうございます。昨年のあたりですね、羽生さんが今の自分が一番うまいとおっしゃっていたこと、すごく印象に残っています。実際そうだとも思います。勝手ながら、まあ、もったいないなとも思うんですけれども、今後競技会の緊張感が恋しくなったりするようなことないでしょうか。ありがとうございます。そうですね、競技会の緊張感が恋しくなることは絶対ないと言い切れます。それは、まあ、先ほどお話しした中で、まあ、いろいろ考えているっていう、今後の活動についていろいろ考えているっていうお話をした中で、絶対に競技会としての緊張感だったりとか、そういったものを味わってもらえるようなことをしたいなって思っていて、別になんか競技会作ったりとか大会作ったりとかっていう、そういうことは考えてはないんですけれども、やっぱり皆さんが好きな、皆さんが応援したくなるような羽生結弦って、やっぱりなんか挑戦し続ける姿であったりとか、あの独特な緊張感があったりとか、そういった中での演技だと僕は思っているので、そういうものをまた感じていただけるような、なんか皆さんも、あ、競技者じゃなくなったからなんか気緩むなみたいな感じで見られるようなスケートじゃなくて、より毎回緊張できるような、もう本当に全力でやってるからこその緊張感みたいなものをまた味わっていただけるようなスケートを常にしたいと思っているので、それはないかなって、むしろもっと緊張させてしまうかもしれないし、もっともっと緊張するかもしれないですし、僕自身も。でもそれぐらい一つ一つの演技に自分の全体力と全神経を注いで、本当にある意味では視力を尽くして頑張りたいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。それでは、今手を挙げて、はい、あ、ごめんなさい、すいません、後ろの方先に、その次でお願いいたします。時事通信の岩尾と申します。元気そうか、お疲れ様でした。羽生選手戦ってこられた時代って、やっぱり4回転がかなり過熱してっていう中で、まあ、それでもチャンピオンとしてこう高いレベルで、まあ、4回転アクセルの挑戦に象徴されるように引っ張ってこられてたと思うんですけれども、そういう、まあ、チャンピオンでありながら、リードされてきたっていう自負が、どういうふうに今お持ちかということと、今後、まあ、マリニン選手も4回転に挑戦したり、もしかしたら5回転ということも出てくるかもしれないですけど、その今戦ってきた時代をとこれからの期待みたいなことで、感想をお願いします。ありがとうございます。そうですね、僕がフィギュアスケートを始めてすごく憧れを持った、フィギュアスケートのトップの選手たちに憧れを持った時代は、4回転ジャンプがプログラムの中に2本入ってたらすごいことだったんですよね。で、今の時代みたいにそんな4回転ジャンプが何種類も何種類も飛ばれるわけではないですし、まあ、1種類で2本だったりとか、トリプルアクセルがあったりとか、そういった時代でした。まあ、それからまた4回転がなくなったりとか、4回転を飛ばなくても勝てるような時代が来たりとか、いろいろあって今現在に至ってます。でもなんか僕が好きだった、僕が好きだったっていうか、今もそうなんですけど、僕が好きなフィギュアスケートってやっぱり僕自身が憧れた時代のスケートなんですね。
なのであの時代じゃあ4回転ジャンプ3本飛んだら優勝なのかって言われたらそんなこともなくて、トリプルアクセルいっぱい飛んだから勝てるのかって言ったらそんなこともなくて、なんかもっともっと心から何かを感じられるような演技、あこの人の演技見たいなって思ってもらえるような演技をこれからもし続けたいなっていうふうに思ってます。僕自身がそういう演技をこれまでもやってこれたかどうかはちょっと自分だけでは評価しきれないんですけれども、でもこれから、これから僕自身がそういう演技をもっとしたいなって思ってますし、これから その競技フィギュアスケート界っていうのがまたルールが変わったりとかして、毎年ルールがちょっとずつ変更はあるんですけれども、これからルールが変わったりまたいろんなことがあるかもしれないですけど、僕は僕が大好きだった時代の、僕が追い求めている理想の形のフィギュアスケートをさらに追い求めたいなって思ってます。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは次の方、すみません、よろしくお願いいたします。朝日新聞の岩佐と申します。今日はこのような機会をいただきありがとうございます。北京オリンピックの後に報われない努力だったかもしれないけどというお話があったと思います。同時にこれ以上ないくらい頑張ったともおっしゃっていらっしゃいました。これ前の競技者としての自分の努力っていうのをどのように振り返っていらっしゃいますでしょうか。そしてそれがプロスケーターとしてどういうふうにつながっていくと考えていらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。まずその平昌オリンピックを連覇した、平昌オリンピックで連覇した時点でその、競技を終えて、プロとしてさらに上手くなっていきたいなっていうふうに思ったっていう時期があったっていう話をしたんですけれども、あのままの自分だったら今のこの自分の努力の仕方だったりとか、自分がどうやったら上手くなるのかとか、そういったことを感じられないまま終わってしまったかもしれないなって、本当の意味で終わってしまったかもしれないなっていうふうに思いました。あの頃はまだまだその4回転ジャンプを、ルッツまでルッツフリップっていう本当にある意味今の新時代みたいなものを象徴するようなジャンプが増えてきている段階ではありましたけれども、なんかそういったジャンプたちを自分も追い求めて、でまたフィギュアスケートのそのいわゆる、一番うまくなれる時期っていうか、フィギュアスケーターってこれぐらいの年齢で競技を終えるよねって、こっからうまくならないよねって、むしろ停滞していったり維持するのが大変だったりするよねっていう、そういう年齢がだいたい23とか24ぐらいで切り替わってしまうっていうのが、定例みたいなものでした。だけど僕自身はその23歳で平昌オリンピックを終えて、それから今の今まで本当にジャンプの技術も含めてかなり成長できたなって思ってるんですね。それはその中でどういう努力をしたらいいかとか、どういう工夫をしていけばいいのかとか、そういうことが分かったからこそ今があるんだなっていうふうに思っています。そういう意味で今が一番うまいんじゃないかなって思ってます。だからこそその経験があったからこそ、これからもたとえ自分が30になろうとも40近くなろうとも、40までスケートやってるかちょっと分かんないですけどでもそれまでなんか今まではそのこの年齢だからできなくなるなって思ってたことがなくなるんじゃないかなってちょっとワクワクしてます。そういう意味ではやっぱり北京オリンピックまでやり続けてきて、本当に努力し続けてきて、これ以上ないぐらい頑張ったと言える努力をしてこれてよかったなって思いますし、またこれからも改めていろんな努力の仕方だったりとか頑張り方だったりとか、いろいろ試行錯誤しながらさらに上手くなっていけたらいいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは他にご質問のある方。それでは、私から見てちょうど正面左側、はい、そちらの方、男性の方お願いいたします。羽生選手お疲れ様でした。よろしくお願いします。産経新聞の田中と言います。
羽生選手、競技者としては絶対王者と呼ばれて、日々の言動からも人間性を高く評価されたアスリートだと思います。我々から見るといつも完璧に映って見えるんですが、競技人生の区切りを迎えた今、ちょっと正直に言って羽生結弦として生きてきて大変だったこととか、今だから明かせるちょっとこういうご自身の存在がご自身にとって重荷になったようなことっていうのはなかったのか教えてもらえますでしょうか。はい、ありがとうございます。いや常に僕、僕っていう定義がちょっとまた分かんなくなっちゃうのでちょっと難しいんですけど、僕にとって羽生結弦っていう存在は常に重荷です。もう本当にすごい重たいです。こうやって会見でお話しさせていただくときとかも、ここに登壇させていただくときとかも、そして決意表明をしてくださいって言われたときとかも、もうものすごく緊張して今まで考えてきたことが全て吹っ飛んでしまうぐらい、もう手足も真っ青になってしまうぐらい緊張していました。そういった意味で自分自身も完璧でいたいって強く願いますし、これからも完璧でいたいって、もっともっともっといい自分でいたいって、もっといい羽生譲れていたいって思ってしまうので、これからもまた重いなっていろんなプレッシャーを感じながら過ごすことにはなってしまうと思うんですけれども、でもなんかその中で、やっぱりこういう姿を見て応援してくださる方々はたくさんいらっしゃいますし、また北京オリンピックのように、自分がちょっと心が崩れてきてしまった時とか、なんか、あの時努力が報われなかったとか、報われない努力があるんだとか、幸せって本当に心の中から言えないとか、いろんな言葉を言ってしまっていましたけれども、そういった自分がいることも皆さんに分かっていただいたり、そういう自分を応援してくださっている方々がいるのも嬉しいなとは思っています。なんかいつもいつも羽生結弦って重たいなって思いながら過ごしてますけれども、それでもその羽生結弦という存在に恥じないように生きてきたつもりですし、これからも生きていく中で、羽生結弦として生きていきたいなって思いますし、ただその中で先ほどのその決意表明の中でも話させていただいたように、自分の心をないがしろにすることはしたくないなと。これまで演技をしていくにあたって本当になんか心が空っぽになってしまうようなこともたくさんありましたし、わけもなく涙が流れてきたりとか、ご飯が通らなかったりとか、そういったことも多々ありました。正直言われのないことも言われたりとか、なんかね、そんな叩かなくてもいいじゃんって思うようなこととか、正直いろんなことがありましたけど、人間としてもいろんな人が信頼できなくなったり、誰を信用していいのか分かんない時ももちろんありました。多分でもそれは羽生結弦だからじゃなくて皆さんがそう思っているんだと思いますし、大なり小なり皆さんが辛いんだなって思ってます。だからこそなんか僕自身がこれからも生きていく中で、生活していく中で、なんか心を大切にしてもいいんじゃないかなって、もっと自分の心が空っぽになってしまう前に自分のことを大切にしてきてくださった方々と同じように自分自身も大切にしていかなきゃいけないなっていうふうに今思っています。なので皆さんもなんか自分を応援することでいろんなことを感じていただけたり、なんか生活の一部だとか生きがいだって言ってくださることはとても嬉しいですし、そういうふうにこれからもなっていくつもりです。ただなんかそういった中でも自分の心を大切にするようなきっかけの一つであったらいいなっていうふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、フィギュアスケート専門誌、スポーツ専門誌、海外通信社、その他媒体の方、ご質問のある方、挙手をお願いいたします。それでは、前方の女性の方。
ナンバー野口です。これまで本当にたくさんの夢を与えてくださってありがとうございました。またこれから夢も続くということなのでたくさんの期待をしているんですけれども、先ほどこう言葉の中にプロのアスリートということでもうアスリートという言葉を入れたということはやっぱり気持ちの中で引退でもないしプロというのはやっぱりアスリートなんだという強いメッセージを受け取ったと思っています。でだからこ そ, そのアスリートとしての羽生選手にクワドアクセル今どれぐらい自分の支柱にありでもう続けると今宣言したからには多分なんか手応えが北京の時に良かったとか何か感想があると思うのでクワドアクセルについての自分の決意をもう一度お願いします。ありがとうございます。正直な話、やっぱアスリートなんかフィギュアスケートってそんな苦しいところを見せてはいけないっていうふうには自分の中では思ってて、その演技してる時にめちゃくちゃ頑張ってるんですけど本当はで演技終わった後はキス&クライとかっていう点数が発表されるところがあったりしてて、でそこで倒れ込むわけにいかないんですけど、でも僕ら本当に倒れ込むぐらい全力で毎回滑ってます。でそういった中でも、なんかアイスショーってやっぱりなんか華やかな舞台であったりとかエンターテインメントみたいなイメージがあると思うんですけど、なんかもっともっと僕はアスリートらしくいたいなって、もっともっと難しいことにチャレンジしたりとか挑戦し続ける姿だったりとか戦い続ける姿だったりとかそういったことをもっと皆さんに見ていただきたいなって期待していただきたいなって思って、今回この言葉たちを選びました。実際4回転半に関しては北京オリンピックですごくいい体験ができたと思ってますし、まあ、実際あの時はその痛み止めの注射を打ってしまっているからこそ何も感じなかったからこそ何も怖くなかったっていうことがあって、なんか本当に全力を出し切って4回転半に挑むことができたんですけれども、今現在、やっぱり右足首の回復を待ったりとか、あの時は本当に4回転半のためにずっと努力してたと言っても過言ではないので、それと比べたらやっぱり最近アイスショーがあったりとかして4回転半にその時間を取る時間がなかったので、あの頃よりは下手くそになっちゃってるかもしれないんですけれども、今現在も4回転半の練習を常にやっています。実際にあの頃得た知見があったからこそ北京オリンピック、そして北京オリンピックの前にもいろんな知見を得られたからこそ今の現段階でも、あ、もっとこうやればいいんだなとかもっとこうできるんだなっていう手応えがありますし、またここ最近、アイスショーに出させていただいたりとかそういった中でこういう視点があったんだなっていうことも毎日のように発見があって、なんかそういう意味でこれからさらに上手くなっていけるんだなっていう、なんか自分への期待とワクワク感が今ある状態です。実際にはあの頃よりは下手くそになってしまってるかもしれないんですけれども、でもきっとなんか北京オリンピックの時はもう伸びしろないのかなって思ったんですけど、今は伸びしろをいっぱい感じてます。期待しててくださいありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは他に、それではベージュのマスクをしていらっしゃる男性の方、はい、フィギュアスケートマガジンの山口と申します。これからもよろしくお願いします。羽生選手にとって僕は今日はファンの人を代表してというかファンの人の代わりにここに入れてもらったと思っているので、ファンの人というのは羽生選手にとってどんな存在であるのか、そして多分この中継だったりいろんな、記事を通してファンの人が注目していると思いますので、改めてファンの人にこう言葉をいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。改めて、
まあ一言で言うのは難しいんですけれども、やっぱり応援してくださる方がいるから僕は今ここで話してて、これまでスケートをやってこれて、これからもスケートをさらに突き詰めていこうって思えてます。正直先ほども言ったように、その自分が特別な存在とか自分が特別な力があるとかそんなことは全く思ってなくて、なんか人一倍皆さんに応援していただけるからこそ力があったりとか、なんか応援の力があるから僕は上手くなってるだけなんだなってすごく思ってます。これから例えばこれがなんかなんだろう、10人ぐらいにしか応援されてなかったりとかしてたら、きっとその10人の方々の気持ちを受け取るだけでいっぱいいっぱいになってしまって、こんなにスケートだけに没頭できる日々はなかったかなって思います。ただその中でやっぱり皆さんがたくさん期待してくださって、でその期待に応えた時にまたより多くの人が期待をしてくださって、そんな循環が僕は本当に大切だったし、そんな循環をこれからもさらに続けていきたいですし、そうやってまた皆さんの期待に応えられるような演技を続けていきたいなって思うので、正直僕の心の底からの今の気持ちは、どうかこれからも期待してやってくださいっていうのと、どうかこれからも見てやってくださいっていう気持ちが自分の本音です。なんかここでありがとうございましたじゃないっていうのは正直自分が一番思っていて、全然終わらないので、引退でも何でもないので、ここからさらに上手くなるし、さらに見る価値があるなって思ってもらえるような演技をするために努力していくので、これからもどうか応援してやってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。これからもたくさん取材させてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。まだまだ皆様のご質問にお答えしたいのですが、お時間が迫ってまいりましたので最後の質問とさせていただきます。では中央の女性の方。新書館ワールドフィギュアスケートの鈴木と申します。長い間取材させていただきましてありがとうございました。これからプロのアスリートとして取材させていただきたいと思います。先ほどこれから心を大切にというふうにおっしゃっておりましたけれども、プロのアスリートとなるにあたって今後人生の最優先事項として3つ挙げるとしたらどういうものがございますでしょうか。ありがとうございます。3つか、難しいな。おお、3つ。そうですね、成功させられる努力をまずすること、それが、自分にとって一番上の優先事項ですかね。それは4回転半も含めて、4回転半も成功させたいし、自分自身が目標としている演技たちだったりとか、ここであえて演技たちって言っちゃいましたけど、いろんな演技をしていくにあたって絶対にあの頃より上手いんだぞって、自分の過去の自分より上手くなったなって言ってもらえるような、理想としている演技ができるような努力をしていきたい、それが今一番自分にとっての第一優先のことです。あと2つ。そうですね、難しいな。これはプロになったからとかそういうのじゃないかもしれないんですけど、人間として美しくありたいって思ってます。なんか言葉で全部表現するの難しいんですけど、たとえ明日の自分が自分のことを今の自分を見たとしても、ちゃんと昨日の自分頑張ったなって思ってもらえるような自分を常に大切にしていきたいなって思いますし、
なんか一生胸張って生きられる生き方をしていきたいなって思ってます。そして3つ目は難しいですねそうですね、なんかあるかな。あ、はい、勉強を怠らない、常に勉強し続けるっていうことを3つ目に挙げたいなって思います。もちろんそのスポーツとしてのフィギュアスケートの競技というところからは抜けて違う新たなステージに一歩高いところに上がっていくっていうふうに自分の中では位置づけているんですけれども、これからもずっとずっと勉強していきたいなって思ってます。いろんなこと、自分自身、ちょっと最近ダンスを上手くなりたいなとか、表情でうまく使えないかなとかって思って学んでいたりとか、あとは力学のことだったりとか運動学だったりとか、人間工学だったりとか、またなんかパフォーマンスのどういうふうに見れるのかとか、どういうふうに評価するのかとか、そういったことも含めてこれからもどんどん勉強してどんどん深い人間になっていきたいな、深いフィギュアスケーターとしてなっていきたいなっていうふうに思うので、常に勉強し続けられる、アップデートし続けられる人間でありたいなって思います。どうもありがとうございました。皆様誠にありがとうございました。それではフォトセッションに移らせていただきます。ただいまより準備を、いたしますので、羽生さん一旦ご講談ください。それでは準備が整いますまでしばらくお待ちくださいませ。それではこれまでのご活躍への敬意とプロとしての新たな出発のお祝いの意を込めて、羽生選手の所属先である ANA 様からグループを代表して客室乗務員の方より花束の贈呈を行います。それではフォトセッションを行いますので、メディアの皆様カメラのご用をお願いいたします。なお撮影は皆様のお席からお願いいたします。それではまずお二人ご一緒に正面から、正面のスチールカメラマンの皆さんよろしくお願いいたします。続きまして、羽生さんから向かって右側お願いいたします。それでは左側お願いいたします。それでは奥のスチールカメラ、失礼いたしました、 ENG のカメラに向かってお願いいたします。正面からお願いいたします。右側お願いいたします。では左側お願いいたします。ありがとうございました。それではここからは羽生さんお一人のフォトセッションでお願いいたします。まずはじめに
スチールカメラマンの皆様、正面からお願いいたします。あ、お花はまだ持ったままでいきますか。はい、最初お花持ったままでいきましょう。はい、それでは正面お願いいたします。では右側お願いいたします。それでは左側お願いいたします。では奥の ENG カメラお願いいたします。正面からお願いいたします。では右側です。では左側お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは一旦お花をお預かりして、もう一度フォトセッションを行います。まずはスチールカメラマンの皆様、正面からお願いいたします。では右側お願いいたします。では左側お願いいたします。それでは何かポーズを決めて、もう一度正面、まず正面から、はい。では右側お願いいたします。では左側お願いいたします。では奥の ENG のカメラに向かってお願いいたします。正面からお願いです。では右側お願いいたします。では左側でお願いいたします。ありがとうございました。それでは恐れ入りますが、もう一度羽生さんにマイクをお渡しいただけますでしょうか。羽生さん、一曲どうぞ。いいですよ。いやだ。いきますか。いやです、いやです。すみません。先ほどのご質問にもありましたけれども、今日は本当にたくさんのファンの方がこの会見の模様をご覧になっていると思います。皆さんそれぞれいろいろな思いを抱いていらっしゃると思いますけれども、その中でもやはり羽生さん、ありがとう、お疲れ様でした、これからも頑張ってください、応援しますという気持ちがやはり大きいと思います。最後に改めまして、これまで応援してくださったファンの皆さんに羽生さんから一言お願いできますでしょうか。はい、改めまして本当に、応援していただき本当にありがとうございます。ましたではなくてますにさせてください。これからも応援していただけるように、ただ演技を楽しむだけじゃなくて応援していただけるようにこれからも戦い続けます。そしてこれからも羽生結弦らしく全力でスケートをやっていきますし、全力でこれからも
努力を続け、全力で結果を求めていきたいなって思ってます。どうかこれからも応援してやってください。本当に本当に長い時間こんな自分の会見に、参加していただき、そして、見ていただき、撮っていただき、注目していただき、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。羽生さんの新たな決意、しっかりとファンの皆さんにも届いたと思います。ありがとうございました。以上をもちまして羽生結弦記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。皆様本日は誠にありがとうございました。今後とも羽生結弦をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。